アルゴスです。日々の暮らしをお金に余裕を持って生きていくためには副業が欠かせません。そう言ってもたくさんある副業、一体何を始めればいいのでしょうか。今日はレシート買取アプリについて見ていきましょう。レシート買取アプリとは、どんなレシートでも1枚10円で買い取ってもらえるアプリです。アプリでレシートを撮影すれば誰でも簡単に始められる副業アプリです。このアプリの利益の仕組みですが、レシート上の購入リストから消費者行動のデータを作成し、企業に販売することが可能になっています。このアプリのメリットは、買取アプリはやり方が簡単であること、家計簿の機能があって支出を知れること、無料で始められることです。デメリットは、そもそもレシート撮影が手間、まとまった金額を貯めるのに時間がかかること、レシートの写真を送ることに集中すると意外と無駄遣いが増えます。それでも普段ゴミになるレシートがお金になるなんて素敵ですよね。ただアプリの利用者が増えすぎると新規登録が中止になることもあるようです。始めるなら今すぐにですね。ということで、また明日。